セルバンテスは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体。コマルカドスアンカーレスに属する。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は1695人。住民故障は、セルビンティーゴ、A。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は99.32%。セルバンテスは、ルーゴ県の東部に位置し、コマルカドスアンカーレスに属する。 北は、ナビアで、スアルナと、南は、ペドラフィータとセブレイロと、アスノガイスと、西は、ベセレアの、各自治体と隣接。東は、カスティーリアイレオン州のレオン県に接している。面積は277.6キロ平方メートル。自治体の中心地は、サンロマンでセルバンテス教区のサンロマン地区。セルバンテスは、ベセレア司法管轄区に属す。セルバンテスは、 ルーゴ県の東部、レオン県との境に位置し、自治体内にはオムスタジャール山、ペナロンガ山、ラゴス山、コルノマルディート山、チャルコス山、ペナルビア山などの山がある。自治体内を、ナビア川、セール川、キンドース川、カンセラーダ川、セルバンテス川、バルシア川、カバーナ川、カストロ川、カーレス川、セレーシェード川、コバス川、ポントロン川、リボン川、 ビラレージョ川、ビラベール川などが流れている。セルバンテスの領域の最初の定住者は前、ローマ時代に遡り、今もピオルネードのような集落に見ることができる。アンカーレス地方に、特有の人と家畜が共に暮らす円形石造りの、わらぶきの家はそこに由来すると考えられる。また、セルバンテスという地名の語源は、鹿の住む土地に由来するとされ、この動物は、 戦死時代に、信仰の対象であったと考えられる。中世にはこの地域の土地は、サンサドゥルニーニョ公爵、または、セルバンテスの領主ビジャヌエバデカニエド伯爵、アルカニセス公爵などの貴族の領地であった。また、サッカ・ミゲルデセルバンテスの祖先はこの町の出身である、ことが伺える。そしてサーベドラという姓が事実、ビラレージョ大グレーシャの教区洗領名簿に残されている。 また、ミゲルデセルバンテスは、ドンキホーテ前編の第39章の冒頭に、ソライダの同行者の囚人に言わせているセリフからも、そのことが伺える。そして、セルバンテスの小さな集落である、ビラレージョ大グレー社には、現在もその地に住む人々によって、サーベドラの館と呼ばれる古い家がある。自治体市長は、ガリシア社会党のベニグノゴメスタディン、自治体評議員は、 ガリシア社会党6、ガリシア国民党3となっている。セルバンテスは21教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。